数学における形式主義とは、数学における命題を少数の記号によって表し、証明において使われる推論を純粋に記号の操作と捉える考え方のことを指す。形式主義の最も原理的な見方では、数学は決められたルールに従って行われるゲームであり、ルールを取り替えることによってできる異なるゲームは、それぞれ同等である。形式主義は、 ダフィット・ヒルベルトによって主張された。その目的は数学をゲームと考えることによって、数学的実在に直接関わることなく、数学の無矛盾性を証明するためであった。上記の点から、ヒルベルトの形式主義は、ブルバキの考理論とは異なるものである。形式主義によると、数学的命題は確実な文字列処理ルールを必要とする命題と考えられる。例として、 ユークリッド幾何学のゲームではピタゴラスの定理が有効であることを証明できる。数学的真理は数や集合や三角形やそのようなものについてのものではない。実際それは何についてのものでもない。もう一つの形式主義は演疫主義としてよく知られる。演疫主義ではピタゴラスの定理は絶対的真実ではなく相対的なものだがもしあなたが ゲームのルールが真実となるといった方法で文字列を考えているならば、その時あなたはその理論を受け入れなければならない。い,いやむしろ、あなたがそれに与えた解釈は真の命題でなければならない。同知は全ての他の数学的記述に関してまであるとみなされる。従って、形式主義は数学が無意味な象徴ゲームでしかないことを意味する。必要はない。 それは通常、ゲームに適用するルールの様々な解釈が存在することが望まれている。しかし、数学者が仕事を継続し哲学者や科学者にそのような問題を残すことは、数学者が働くことを可能にする。多くの形式主義者らは、実際に研究された氷体系は、科学への要求や、数学以外の分野によって提案されるというだろう。 ダフィット・ヒルベルト形式主義の偉大なる初期の発案者はダフィット・ヒルベルトであった。彼の計画は完全でかつ一貫性のある数学のすべての効理化を目的としていた。ここではシステムに由来しうる矛盾がないことを意味する。ヒルベルトは有限算術に矛盾がないという仮説から数学的体系の一貫性を示すことを目標とした。 完全かつ矛盾のない数学システムを作るヒルベルトの目標は十分に表現の飛んだ矛盾のない氷体系はそれ自体の無矛盾性を決して証明できないことを述べたゲーデルの第二不完全性定理によって致命的な打撃を受けたそのような氷体系はサブシステムとして有限算術を含んでいるためゲーデルの定理はそのような体系の有限算術に対する相対 無矛盾性を証明できないことを含意する。したがって、数学の任意の理システムが実際に無矛盾であることを示すためには、その体系よりもある意味で、強い体系の無矛盾性をまず仮定する必要がある。ヒルベルトは最初は、演疫主義者だった。しかし、上記から明白に、彼は、本質的に意味のある結果をもたらすために、確実な超数学的方法を実行した。また、 彼は有限三実に関しては現実主義者であった。あとに彼は解釈に関わらずどんなものであれ他の意味にある数学はないと考えた。ルドルフ・カルナップ、アルフレト・タルスキ、ハスケル・カリーのようなその他の形式主義者は形式的な氷体系の研究であるべき数学を考えた。数理論理学者は形式的な体系を研究するが彼らは 現実主義者であると同時に、形式主義者でもある。形式主義者は、通常、非常に寛容で論理学、非標準奇数法、新しい集合論など、新しい試みを引きつける。我々が研究するゲームはより良いものである。しかしながら、これらの例の3つ全てにおいて、自発性は既存の数学や哲学関連を題材にしている。ゲームは、普通、恣意的なものではない。 形式主義の主な評論は、ゲーム以上の文字列操作から遠くかけ離れた数学者を占有する現実の数学的アイデアである。公開された証明は、これらのゲームの言葉で言えば、原理状態系立てられるが、その取り組みは、時間的にも、空間的にも、恐ろしく手が出せないものを要求した。加えて、そのルールはこれらの証明の初期の生成には、必ずしも重要なものではない。 形式主義は氷体系を研究すべきだという疑問には無言でもある。ありがとうございます。